ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン号ギラクシースーパーノヴァ全巻2からやっていきましょうということで、前回古川さんをねやっと仲間にして使っていったんですけど、まあ見てくれればわかる通りあんまいい成績は残せなかったですね。2失点3失点して、まあ試合には勝ったんですけどね、まあちょっと失点が多かったんじゃないかと。3本中止めれたの1本だったっけな、確かだったんで、ちょっとこれはダメだとということで、ちょっとシェンロンにね、ドラゴンボールを集めて、シェンロンに願いを叶えてもらいました。前世紀のね、若い頃に戻してくれと。わしを若い頃に戻してくれ、シェンロンというね、願いを叶えてもらいました。ということで、今回はね、この、まあ、見た目はいつもと同じなんですけど、なんと、若返った古川さん使っていきたいと思います。なんと皆さん見てください。キャッチ驚異の404まで上げてまいりました。はい。で、ミキシマックス遠藤くん、若返ったという理由は見てください、皆さん。ミキシマックスしたらなんと、はい、若返ってますよね、これね。はい、もう前世紀、もう黒髪のね、もう前世紀の古川さん、いつからライモン中にいるのかわかんないですけど、まあ一番強かった頃のね、古川さんに戻っております。で、今回もキングバーンとグレイトも使えるんで、もうどっちも強い化身なんでね、本当に期待できるんじゃない?前回より。で、必殺技はね、節約とゴタンダブルつけております。節約があることによって、このゴッドハンド X かな?ゴッドハンド X がいっぱい使えるということでね、いいんじゃないかなと思っております。404ってかなりいいんじゃない？大好きより高いからね、うん、大好きより高いんで、多分僕が今まで使ってきたおじいちゃん GK の中でももうトップクラスの強さなんじゃないかなと思っております。ということで早速対戦ルートやっていきましょう。で、今回対戦相手、初めて戦う相手ですね。プロトクロオメガ 3.0 ザナークさんのためにということで、チームレベル99、キノちゃんの究極の対戦ルートの右側のルートでございます。ということで早速やっていきましょう。ということで、アースイレブン VS プロトコルオメガ 3.0 の監督、ザナーク?ザナーク監督にいんの?ちょ、まあ、それ一番のびっくりなんですけど、まあ、今回ね、前回とフォーメーションメンバーは一切勝っておりません。勝ったのは古川さんが若返ったってことだけです。はい、ということで、早速相手のチーム見ていきましょう。では、プロトコルオメガ 3.0、まあ、3.0 にした理由がありまして、このガンマのね、シュートが林属性なんで、うまく古川に刺さるかなと思いまして、ここを選びました。破壊神のペンダント。ビルス様のペンダントかな?ビルス様のペンダントお前強いね、それは。なるほどね。あ、でもミキシマックスしてないのかな?あ、でもザナークのオーラみんなミキシマックスしてる可能性があるよね。ひょっとしたら。ひょっとしたらのひょっとしたらであるかもね。で、ルジク。うん。なんかルジクだけね、なんかザナークとミキシマックス、強制ミキシマックスしたような肌の色なんですけど、まあ、キャッチが331か、まあ、フルカブには到底及びませんね。まあ、雑魚ですかね、相手も今回。はい。で、ザナーク・アバラニクは、すべての攻撃タクティクスの威力を50アップさせるが、TTP が20ダウンしてしまう。50もアップさせるんだ。結構強いんじゃない ?50 は。ってことでやっていきましょうか。今回、荒雲学園のユニフォーム使っております。で、あ、やっぱ、ミシマックスしてるよね。肌の色赤いもんね、ちょっと。これはちょっと強いんじゃないの?さあやっていきましょう。ザナークとね、このガンマは確かね、ベストマッチなんで、かなり強いんじゃないの?さあ、パス回して、早速一発撃っていきましょうか。お、相手から発動してくれたね。ということで、剣のペガサスアーク、ちょっとレベル上げ中なんで、ペガサスアークの。なんで、ホワイトドラゴン外してペガサスアークつけております。ラストベガか。さあ、ペガサスアーク。知識、ちょっとね、ゼロ式まで上げたいんで、とある理由で。ってことで、撃っていきましょう。これ撃って、お、撃てるんだ。ジャスティス撃てんじゃん、ジャスティス。じゃあ、ジャスティス撃っていきましょう。どんぐらいトータルパイク?あ、1万出るんだ。オーケーオーケー。まあ、風属性で相性いいんでね。さあ、これは、ルジックは無理でしょう。たとえルジックでも無理でしょう。オーケー。ナイスシュー。今日もツル流元気ですね。ってことで、まずは先生。くそー、俺としたことか。さあ、まずは1点と。これでね、少しは余裕できたんじゃないかなと思っております。おっと、ロング打ってきた。やるか。プラズマシュートかな。多分そうだよね。ってことで、ちょっと、一発いこうか。ゴッドハンド X。前回ね、覚えたんで、使っていきましょう。ユニフォーム結構似合ってんね。あ、違う。バイシクル?なる、おー、ほうほう、なるほどね。線出ると。でも、ロングなんで、これかなり削れる。で、きなこもこれ、ブロック挟みません。今回はもう最強のフル株用意しているんで。こ、おーい、いいね !1200! いいんじゃない?結構出たね。ていう、なんかフル株さんさ、顔が長いのと身長高いせいでさ、やっぱ顔がさ、少し欠けるんだよね。目から上があんまり映らないっていう画面内に収まってないんだよね。うん、顔でかいね。うわ、無理か。
ディフェンダーでドリブル600出んのか。まあ、天馬もあんまね、上がってないんで、ブロックが。これパス繋いでもう1点いただこうか。さあ、では KP が5しかないね。アームドして、ドラゴンブラスターでも使っとくか。さあ、ペガサスアークアームド。割と似合ってんね。で、あれだね。ホワイトドラゴン以外のアーム伸びるのが新鮮だね。では、ドラゴンブラスター。技レベル上げも兼ねて、ドラゴンブラスター。さあ、これは、技使われたね。これワンチャン止められちゃうんじゃない？お前、林なんだ、それ。お、止められた。約2000出ると。なるほど。なるほど、なるほど。さあ、これ、あー、風丸。オーラちょっと、これ誰だ？これ誰だ？まあいいや。じゃあ、古株さんのキングバーン、まず出していこうか。え、ソウル？ほうほうほう。何？なんだ、お前、それ。なんそれ、真っ赤な、真っ赤なペガサス、あれ。あれ、ペガサスだよね、ホースじゃなくて。え、初めて見たんだっけ。ナイス、マコちゃん。じゃあまあいいや、一発ガンマに打たせるか。打ってこい。お前はほんとバカだな、ほんとに。まあいいや、パス回して、パス回して、これがクイックパスあるんで、クイックパスだっけ。まあ取られたか。なんだっけ、パスの威力がアップするやつ。あれをね、キド君一個持ってるんで、あ、これはさすがに。ワンチャンファール。ワンチャンファール狙いで。来ないか。ないか。まあまあまあいいでしょう。これ取れる？いや無理か。さあまあこれでまたオール発動か。結構出してくるね相手さんも。うん、となったらこれかまいたちの夜。ん？決心だ。え、何それ？雷鳴者白夜の閃光。めっちゃかっこいいじゃん、苗字。苗字めっちゃかっこいいじゃん。陽気かまいたちとかダセえな、ほんとに。白夜の閃光聞いてからだったらダセえわ。お、バミューダウェーブ。これは中盤の3人を動けなくするやつある。いや、石ガシガシ入ってる。割と痛いところ疲れたね、そこ。おー、まこちゃんじゃないや。シューの妹と風丸、割と痛いところ疲れたね。お、打ってくるか。打ってくるか、ガンマくん。打ってくるがいい。ってことで、フルカブ。進化したフルカブ。若返ったフルカブのキングファイヤー。解くところあれ。え、待って、これ、結構出るんじゃない？まあ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 、許容範囲許容範囲。1600回いけるでしょ。頼むぞ、古株。合ってるね。黒いヒゲがキングバーン。はい、2000いただきました。ありがとうございます。黒いヒゲがキングバーン、ブラックに似合ってるね、これは。さあ、おっと、また、お、おい、まっ、これ、ちょ、古川さん。ちょ、古川さん、ちょっと勢い余りすぎてさ、前出てきちゃってんだけど、これ。これどうしよう。ゴールたく、所詮公務員さんなのかもな。サッカー選手ではないな。やっぱり年には勝てないの。お前若返った。お前それより年に勝てないって言ったらもうお前赤ちゃんよ。中学生、小学生に戻んないと。一応この設定年齢。年齢の設定はあれ今それ高校生ぐらい年齢だから若返って、うん、しっかりしてくれよ古株さん。おっと早い、カズマルくん、さすが疾風のカズマル。これは突破できるんだよね。オーケーオッケー、新風神の前参っちゃいましょう。あ、クリティカル、いいねいいね。クリティカル出なかったら多分突破できてねえか。はぁ、カズマルの風神の前がファールだった。お前さっきのなんだこいつのパワー系のドリブル技もファールじゃろうがよ。ふざけんなお前。何それ。まあ、おっと、ロングか。ロングなんだこれ。まあ、わかんないけど、アームドしてゴッドハンドダブル決めちゃおうか。打っていこう。さあ、お、シュートコマンド。まあ、これはプラズマシュート。プラズマボール、プラズマシュート。どっちだ？ってことで、これアームドかなりかっこいいんじゃない？はい。いいね。前回より色合いが。さあ、ゴッドハンドダブル。遠藤くんの必殺技お借りしましょう。お、1300出んの？まあ、約1400ですね。いいね、いいね。これ、いや、かっけえ。かっけえ、これ。ちょっと調子乗ったな。これ持ち上がろうかなと思ったけど。いや、多分でも大丈夫。だ、ちょっと。あ、危ない。あ、危ない。危ないね。おっと、また撃ってきた。これは、うん、プラズマシュートなんで、ゴッタンダーダブルかな？うん。あ、X です。ダブルではないです。ダブルだと山属性なんでね。ってことで、1200。止めてほしいね。ロングなんで少しは下がるであろうが、いや、ま、今回はもうきなこ、君の出番はない。君の出番はないですよ、今回は。もう古株さんに全部任せちゃってください。では、ゴッタンダー X。オッケー。もう元気はつらつオロナミン C だな、マジで。わあ、お前、化身発動させて。これはどうしようかな。まあ、一応 B、いや、ダブルでいこう。ダブルじゃない、X。もう X とダブル。
もう英語並べないでくれ、分かりづらいから。本当にパッと見分からないんじゃ、隣にあるから。さあこれはどうしようかな。まあ古株さんで今どんぐらい通ったらば、まあ900いくつなら止めれるでしょ、ブロック挟まなくても。さあ古株殿、頼みましたよ。いやユニフォームが結構似合ってるんだよね。さあうえいクリティカル、見せるね、見せプしてくるね君ね。さあ化身発動していきましょうか。遠藤くんの化身お借りしましょう、マジングレイト。もうさ、あの下のフォントと顔がさ、なんかもうかぶってんだよな、顔がでけえから。マジでおやるじゃん。これもガンマに回して、もうグレイト使いたいんでね、もうグレイト使いたいんでガンマに打たしていきましょう。いくぜグレイトザハンドんで、シュート。お前強くね、シュートで600は強くね。ではグレイトザハンド400キャッチあるからね、どんぐらいトータルパワー出んだろう。あ、1899、まあ約1900ですね。さっきからなんかギリギリだね。まあ古川さんかなりトータルパワーでもどうなんかな、グレイトで1000、まあ2000出ないのはいかがなものかと。さあジャッジメントレイ、裁きを受けるかい。いやデモンズボルトは無理よ、そんな無理じゃん。お前かっこいいね、お前イケメンだねちょっとね。いや石橋もかわいいね。いや強い、2600か。さあ撃ってくるか。レイザー、レイザープラズマシュート持ってるんで、まあアームドしつつ、これはどっち、まあプラズマシュートがね風なんで X でいきましょうか。やっぱ撃ってきた。まあ1244、これは止めてほしいところである。古株さん頼みましたよ。もうね時間も時間なんで、後半24分、これ決められたら、お似合ってる、これ決められたらもうきついんで、さあ止めてくれ。おいナイスキー、お1700出ればいいんじゃない。もうエイナム、もうこれカウンタードライブちょっとリベンジしていいっすか。前回一回も止めれなかったんで、相手 TP 切れてるんで、もうシュート使えないと思うんで、カウンタードライブでリベンジ戦いきましょうか。うんそうだよね、シュート使えない。600、どうだ、頼むぞ、カウンタードライブ止めた、よしよしよし、あぶねー。もう目が見えないんじゃお前、鼻しか見えんわお前、本当に鼻がでかいわ、鼻と帽子のつばしか見えないわ。さあパス回せない。まあ2対1試合終了ということで、まあ一応勝ちましたね。古川さんなんだろうね、トータルパワーがあんま出ないね、キャッチ上げても。やっぱり大好きの壁はでかいのかもしれないね。そう、化身コインじゃないですね、絆コイン金3枚はでかいんじゃないですか。ハートパンチャー、これ何のスキルだろうね。おっ監督座なく手に入れました。いや使うかな、一人二役でちょっと使いたいね。で宝箱の中身、最強三召喚、最強三召喚もありがたい。次はパーフェクトカスケード、パーフェクトカスケードか、なるほどねと。ということでどうでしたでしょうか、今回若返った古株さん使っていきました。なんかな、なんかパッとしない顔だな古株さん。いやでもなんだろうね、2000出なかったね化身技で、なんでだろうね。キャッチに405あって、あれか、なんか心得的なのがないからかな。なんか大輔の時、あ山の心得、そうかな、多分心得的なのがないから出なかったのかな。2000、なんか微妙でしたね古株さん、やっぱり大輔には勝てないのかなと思いました。はい、ということで今回ここまでして、また次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。じゃあ古川さんな、今後使うかって言われたら多分使わないです。はい、解雇いたします、クビです。ご視聴ありがとうございました、バイバイ。